福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたい。打ちました。バッターは DH グラシアル。ピープルズ、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上ピープルズ、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。3番バッター坂本、ツーアウトランナーありません。この回のホークス打線ですが、4球で2アウトになっています。インコース詰まりました。さあ、これからホークスが守備につきます。柳田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。変化球入りません。変化球外れました。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライク追い込んでいます。低めの変化球です。フルカウントです。6球目は何で来るか。バッターは2番に入っている大城。松井、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初はストレートから来ました。154キロがいきなり出ました。ストレート外れました。次が4球目。インコース詰まりました。バッターボックスは3番丸。ツーアウトになっています。初球打ち、バッターは4番松田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ストライクを取ってこれで追い込んだ。引っ張った。2回表に入ります。ホークスの攻撃、打席には4番バッター中村。ホークス得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。3球目打ちました。バッターは5番吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、6番バッター浅村。ワンアウトになっています。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。打ち上げた。
さあそしてバッターボックスには山本が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあこの試合お互い譲らない展開ですから、こういったチャンスは大事にしないといけませんね。なるほど、そうですね。追い込まれました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。なるほど、そうですか。しっかり捉えた。ホークス金庫。バッターボックスは8番ビシエド。ホークスこの回2点を入れています。さあついに得点を奪って打った。さあそして打席には小林が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういった終盤の追加点打ち上げました。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。打席には5番バッター亀井。ホークスリードで迎える最終回です。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。バッターボックスは6番吉田。松井まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。変化球が決まりました。ノーボール2ストライクです。長っと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けです。さあこの終盤一塁にランナーを許しています。バッターは梅野。もしかしたらランナー動かしてくるかもしれませんよ。さあ仕掛けてくるでしょうか。内へ曲げてきました。まあインコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。はい、ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。インサイド落ちました。バッターボックスは8番源田。2アウトになっています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。まだ序盤ですが、小宮山さんいかがでしょう。調子が上がってこないですよね。そうですね。さあここからの投球に期待したい。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファーストランナースタート。変化球空振り。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ソフトバンクホークスが相手打線を